ド激辛ジョニーです。今日も見直しに気をつけてやってきました。はい、今回は横浜の、関内付近にいるんですけれども、今回ですね激辛ラーメンがあるという情報をキャッチしたね、地獄ラーメン田中屋さんに来ております。地獄のような辛いラーメンがあるということで、これもですね辛さレベルが、調節できます。極上級の3がマックスで辛いということなので、これに今日は挑戦していきたいかなと思います。それでは早速いきましょう。レッツゴー。はい、店内入ってきたんですけども、先ほどちょっと食券買ったんですけれども、ラーメン、味噌ラーメンとかわかめラーメンとかいろいろあるんですけども、今回はこの地獄ラーメンというものに挑戦していきたいかなと思います。これね、あの辛さレベルが分かれています。入門、初級、中級、上級、極上級と、いった感じで辛さレベルがあるんですけども、今回この極上級の3人挑戦していきたいかなと思います。お、来ましたー。おー、来たー。こちらが地獄ラーメン極上級の3。おお、なんだ、お、これめっちゃいい香りするな、これ。おぉ。いただきます。さあ、地獄ラーメン、田中さんの地獄ラーメン、極上級3。辛さある腕さん、お手並み拝見です。うんだ、これは、うまい。香ばしいですね。入ってる具材、チャーシュー、白髪ネギ、わかめ、白ごまが入ってますね。海苔も入ってますね。これうまいわ。非常にこのスープが香ばしいですね。焦がし、なんすかね、わかめも、ラー油のような香ばしい香りがします。ちょっとニンニクをたまらんね、男飯って感じだ。これ、うまいね。ほら、たまげだぞ、これ。これ、ネギ。これ、好きだわ、これ。麺はちょっと中太の縮め麺でしょうか。このうま辛スープによく絡みつきます。ありがとうございます。スープ、これレンゲで作るといろんな、なんか白ごまやら唐辛子でしょうか、あと黒い、なんかこれはいろいろこれブレンドされてこの味が出ると、まあまあたまりませんなと。さあ、残すはこのスープのみ、この地獄スープを飲み干して、この激辛バトルにケリをつけないと思います。豚骨ベースなんですけど、このスープはスープじゃないや、豚骨ベースなんですけど、すごいスープ自体あっさりしてごくごく飲みやすいですね。ごちそうさまでした。それでは早速辛さレベルの発表していきましょう。地獄ラーメン田中さんの極上3、辛さレベルじゃん、辛さレベル3です。おめでとうございます。3です。うまいかつ、辛い、うま辛いラーメンだったんですね。はい、まあね、このその名の通り地獄ラーメンですからね、本当にこう地獄のような、真っ赤なスープでしたけども、意外にこれ口に運んだらスープ自体あっさりしててごくごく飲みやすかったです。またね、そのわかめとか、麺もね、具材も、シャキシャキとか食感も美味しかったと思います。はい、
まあ、非常に激辛苦手な方でもわりかしこれ入門編とか初級編のね辛さレベルで挑戦しても全然いけるんじゃないかなと思いますけども、はい、激辛マニアの方にどん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 これ、ね、辛さレベルをぜひね極上級でチャレンジしてみてはいかがでしょうか。というわけでもしこの動画が良ければグッドボタンチャンネルよろしくお願いします。ツイッター等々も更新してますね。フォローお願いします。サウナ地獄のように汗をかきましたけれども。あ、吹き。